ヤフーオークション出品中のゼファー1100の、外観の確認動画、左側行きたいと思います。まずはフロント周りからですが、フロントフォーク、こちら、点錆や、ひどい、傷等もなく、非常に綺麗な状態です。もちろん、オイル漏れ等、ありません。アウターチューブも、綺麗な状態かと思います。うっすら、小さな、白カビ等は出ていますが、全体的に見ると非常に綺麗な、状態で、この通り、ツヤ等もあり、綺麗だと思います。フロントホイールですが、こちらは旧車仕様の、キャストホイール、車外のキャストホイールを使用しております。ローターも、非常に綺麗で、キャリパー周りも、非常に綺麗です。特にオイル漏れ等も見当たらず、フロント周り、とても綺麗な状態かと思われます。ウインカーはヨーロピアンウインカー、フロントヘッドライトは、マルチリフレクターを使用、リムのメッキ等も非常に綺麗で大きな傷等はありません。ライトケースもこの通り、純正のライトケース、非常に綺麗です。メーター周りですが、メーター周り、特に目立った大きな傷等はありません。とても綺麗な状態かと思われます。ハンドルは、コアステ、ハイパーネイキッドパーを使用、国内でも有名な、メーカーのハンドルとなります。外装は、旧車仕様ということで、人気の Z2 仕様、日の玉カラーの外装を使用しております。まずはフロントフェンダーからですが、特に目立って大きな傷、割れ等はありません。とても綺麗な状態です。タンク、こちらも、特に目立って大きな傷、ひどいへこみ等、なく綺麗な状態かと思われます。こちらは、タンクカバーを使用しているようで、とても綺麗です。収まりも、特に目立って違和感もなく、綺麗についております。サイドカバー、こちらも、車外の、サイドカバーですね。同色の、テールカウル、サイドカバー、テールカウルともに、目立って大きな傷、特にひどい割れ等もありません。今回旧車スタイルということで、ゼファー1100では、とても珍しい、3段シート、高さを見てもらえば分かると思いますが、車検対応、こちらの3段シートを使用しております。エンジン周りですが、特に目立ったオイル漏れ等もなく、エンジンカバー類も、一度バフ掛けされているようで、非常に綺麗です。マフラーは、4本出しマフラー、 Z スタイルということで、4本出しのマフラーを使用、メッキの新品なので、とても綺麗です。こちらはステップ周りは、バックステップを使用しております。サスは、車外のサスを使用、車外のサスペンションに、オーリンズ、市販のオーリンズのステッカーを装着し、オーリンズ風のサスペンションに仕上げてあります。リアホイールですが、こちらもフロントホイール同様、旧車風キャストホイール、非常に綺麗なものを使用しております。特に目立った大きなガリ傷等も一切ありません。テールは、フェンダーレス仕様、ウインカーは
フロント同様、ヨーロピアンウインカーを使用しております。全体的に、旧車 Z2 をイメージした仕様で、人気の火の玉カラーに4本出し、キャストホイール、ゼファー1100では、なかなか見ることのできない、チョビ3段、3段シートなどを使用して、当時を、イメージしております。こちらエンジンの調子等も、非常によく、極上の車両と思われます。以上、外観右、左側の確認動画です。